はい、ということで皆さん今回はですねドルフスピリッツでですねあのアップデートが入ってなんか図鑑のですねあの機能が変わったということでなんかあのカーボックスとですねゴールドがもらえますよ的な、ゴールドがもらえますよ的な感じのですねやつなんですけどもまあ正直まあ僕もまあ言うほどねやり込んでるわけじゃないのでまあ皆さんも意外と同じぐらいかなとは思うんですけどただですねちょっとやってなかった方とかあのこれを機にちょっとカーボックスが増えちゃったとかゴールドが増えちゃったとかガチャ引いちゃったとかもありかなと思いますので、やっていきましょう、まずですね今持ってるゴールドがですね1013ということで、非常に分かりやすいですねということでございます、そしてですねカーボックスの方は今 何台置けますかというとですね260台と、なっております。さあこれがどんだけ増えるのでしょうか。さあ行きますよ。さあ今回はですね結構短い動画になりそうでございますがちょっと短い動画になってしまうのでとりあえずですねちょっと気持ち程度にこちらをですね稲妻と書いております。稲妻バージョン、はい、気持ち程度に、ちょっとお披露目しておきたいと思います。これなんかね書いてるんですよ俺たちのモーターショーって書いてるんですよね。ね、ちょっとこのまあエアロはいいんですけどまあ正直そこまでベタベタになってないですよ。ちょっと残念ですね。はい、残念でございます。さあ図鑑を見ていきましょう。まあ図鑑を開くとですねもう一気にこういう感じで出てきます。でまあ基本は車両の所持数というのとでですねあと愛車レベルマックスが何台とかですねで、あの、愛車レベル30以上の車を何台とか、まあ、そういう風な、感じとなっております。で、まあ、これ1個開くとですね、こういう感じで、1つにつきゴールド20と、カーボックス増設1個ということになっております。で、まあ、ちょっとずつですね、上がりまして、これまあ、そうかガソリン上限アップとかもあるんですよね。これちょっとあんまりどういうことかよく分かってないんですけどもガソリン上限はまあフレンドマックスで3150なんでそれが上がるっちゅうことですかね。ゴールド100とか普通にでかいですよね。普通にでかいと思いますね。どこまでカーボックスかな。あここまでカーボックス。これはカーボックスじゃない。ここガソリンですね。ガソリンもだいぶ上がるんかなと。ちょっとあんまよく分かってないんですけどガソリン4000ぐらいいくっていうことですかね最大で。ゴールドの方も、まあ、50、30、20、100とかありましてでカーボックスもこんだけ増えるんじゃないでしょうかね、はい、では一括受け取りしてみます。いきます。ピッ。さあどうなる。あもうこれでわかるか。ここに出てくるかな。うわ何じゃこれすごい全部一個ずつこんなんなってます。さあこれですねちょっと計算できないので行ってみましょうか。さあじゃあまずはですねマイページに行きましょうか。さあゴールド、おおすごいすごいすごい、2610ですね。2610ゴールド増えましたね。すごいですね。まあでもまあ思ったよりかはちょっとまあ少なかったかな、うん、思ったよりかは少なかったかなという感じですけどまあ2610ゴールドもらえたので結構ですねすごいことになってます。あほんでですねこちらガソリンの上限見てください。3150から3470まで上がりました。これはちょっとすごいことですよね。うん、もうガソリンの上限は、まあ、フレンドをねこう登録して、まあ、ちょろっと上がるっていうのやつがあるんですけども、まあ、最大今150しか上がらないんですけどもそっからですね470までいったということで320ですか。320も、ガソリン上限上がっております。これはちょっとすごいことですよね。だから夜寝てても起きてあガソリン満タンになってないっていうパターンもあるかもしれないです。寝る時間が短い人はそういうことが起こるかもしれないですね。さあ、ではですね次カーボックスの方ですね。カーボックス何台いったでしょうか。さあ260からのおお306ということは46 46カーボックス増設ですね。まあ僕もまあちょろちょろあの車を手に入れるたんびにカーボックスをちょっとずつ増やしてたんですけどもやっぱりですねこう受け取らずにあのプレゼントボックスに置きっぱなしの新規車両とかもおったりするわけなんですよ。
まあ、僕基本的にもうガレージはパンパンにしてるんで、もうガチャ引く時とか絶対ガレージパンパンの状態で引くんで、もうそうやってですね、新規車両がプレゼントボックスにおるまんまっていうこともよくあることなんですけど、まあまあでもそれでもやっぱ258台もカーボックスに入れてるんで、あの基本的にはまあだいたいこっちに移動してるんですけど、ガレージもしくはカーボックスにだいたいは移動してるんですけども、やっぱりもうちょっとこう余裕を持ってこうね、カーボックスに移動できたら、まあ、合成とか、まあ、売却とかするときに、まあ、プレゼントボックスの中の整理とかですね、まあ、やりやすくなるかなということもありますので、ちょっとですね、あの思ってました、正直言って、まあ、もうちょっと増えてほしいなというのは思ってました。で、まあ、もちろんですね、こうゴールドでですねカーボックス上限いってた方も、まあ、今回多分これで増やせたと思うので、まあちょっとですね、あの置けなくてこう困ってた方とかもまたまた車を置いたりもできますよということでございます。さあ、ということでいかがだったでしょうか。まあこれですね、あの一応このプロフィールのとこでこの図鑑っていうのを見ると、シルバーとかですね、まああるんですよ、ブロンズとかゴールドとか。で、まあ僕愛車レベルマックスの車がですねたった11台しかないので、まあこれがですねちょっと弱いなというところはあるんですけども、まあでもシルバーの上がですねゴールドということで、まあその、まあ、10割ぐらいですかね、9割ぐらいですかね、9割ぐらいいったらゴールドになるんかな、半分ぐらいでシルバーになるんかちょっとわからないですけども、まあでも愛車レベルマックスでそんな300台とかそれでシルバーとか言われてもそれしんどいですけどね。もう100台愛車レベルマックスしてたらもうそれ十分ゴールドちゃうかなと思うんですけど、まああの人のやつ見てもですね、そこは図鑑のこのランクっていうのも見れるんで、まあその人がですねどれぐらい やり込んでるかとか見ることができます。はい、ということでいかがだったでしょうか。まあ僕もですね、あのちょっと今回のボスバトルイベントはちょっと手抜こうかなとか思ってるんですけども、はい、そういう感じでやっていきたいなと思います。